テレト。派手なファーストレディーとして知られるイメルダ夫人の誕生会で食中毒騒ぎです。フィリピンの首都マニラで3日、故マルコス元大統領の妻イメルダ氏が90歳になったことを祝う誕生日パーティーが開かれ、食事をしたおよそ260人が食中毒の症状を訴えて病院に搬送されました。イメルダ氏本人は無事だということです。パーティーでは鶏の煮込み料理とゆで卵、ご飯が振る舞われましたが、しばらくするとめまいや吐き気の症状を訴える人が続出しました。イメルダ氏は夫と共に牽制を振るい、多くの靴や宝石類を収集したことで知られています。